メーラントはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はジョン・メーラント大佐にちなむ。メーラントは1909年4月22日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港した。1910年4月23日にアイビー・ベアード夫人によって命名、浸水し、1911年7月12日に艦長、 C.B. ーーネルソン少佐の指揮下収益する。成長後メラントは短期間ニューイングランド沖で作戦活動に従事し、10月後半に南への巡航のためにロードアイランド州ニューポートを出港した。1912年1月9日にグアンタナム湾に到着するとカリブ海での陶器演習に参加し、その後同海域に止まって大西洋艦隊水雷小艦隊に所属。 春まで様々な港を訪問した。5月14日にニューポートに帰還、1915年まで東海岸及びカリブ海での作戦活動に従事した。続いてキュー番沖での1915年の冬季演習を完了するとオーバーホールのためブルック臨海軍交渉に向かい5月20日に予備役となった。1915年11月9日にメーラントは フィラデルフィアに移動指導地で経流される。1918年1月2日に最終駅し、春に艦隊と合流すると、メーラントは護衛艦として沿岸及び大西洋を越えて作戦活動に従事した。第一次世界大戦の停戦が成立すると、メーラントは南方での陶器演習に向かい、その後大西洋中部沿岸を巡航 続いて、サウスカロライナ州チャールストンのチャールストン海軍造船所に入居、1919年6月21日に2度目の不活性化オーバーホールに入る、7月16日にチャールストンを出港、1919年12月12日にフィラデルフィアで退役した。フィラデルフィアに経由されたメイラントは1920年7月17日に、 DD-31 と指定され、1935年まで予備役艦隊で保管された。1935年3月8日、メーラントは除籍され、6月28日にバージニア州ノーフォークの M ブロックカンパニーに売却、8月21日に解体された。ありがとうございます。